はい、こんにちは。今日はスズメと、やっぱり時期だから桜は描かなくちゃねということで桜を描きます。まずスズメからいきますか。そうね、これはお筆でいきましょうかね。まずね、このね、くちばしを描くの。ちょっとこんな感じ。だくちばしの横にお目々を大きく描いて、頭ふわふわと飛んでいいの。そしたらまたこっちのこうくちばし描いて、お目々大きい方が可愛かったよ。頭ふわふわ、なんかふわふわしてたのが可愛いからね。くちばし、お目々、はい、わっふわっ。そしたら足がね、こういうふうにね、3本ずつぐらいこうしてね、木に止まってる感じにしましょうかね。そしたらここの足に当てはまるように木を描けばいいです。枝はね、歪んでてもいいよね。こんな感じ、まあ、こういうふうに枝がこうあってもいいね。そしたらここにちょっと葉っぱでも描いていこうかね。こちらの方からもちょっと葉っぱ、緑があると綺麗だから、こんな感じかな、ね。そしたら、そうね、黄土と茶と黒順番に取ったら、頭を黒、茶と黒でちょっとこの頭をこっちね。そしたらここも羽のところもしていきましょうか。ここにもしましょうね。黄土と茶と黒ね、簡単でしょ。もうね、スズメがね、いっぱい来てね、あの畑のね、キャベツとかね、白菜、ブロッコリーのね、葉っぱをね、すっごい食べてきますね。もう餌がないんでしょうか、今。もう本当に芯だけになってますよ、ブロッコリーの葉っぱなんかね。鳥たちも大変ですね。虫がまだいないのかな。さあ、じゃあちょっとお水でちょっと薄くして、ここふわ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 描いていきましょう。お口は何色にしたらいいかな。オートかな。あんまり近くで見れないからね。スズメっていうのはね、逃げるんですよ、本当に1メーター。はい、ここ、ほっぺにね、こんなほっぺにみたいにね、茶色のね、これがあるんですよ。そしたら木を変えていきましょう。ちょっと黒いかな、緑も入れようかね。木を変えて、枝を変えて、ほんと1メーター、人間と1メーターは近寄らないですね。そばまで来たなと思ってこっちが近づくと、ちょっとまた1メーター向こうに行ってしまいますね。なかなかスズメを懐かせるっていうのは難しい話ですよね。はい、書きました。さあ、今日は何して遊ぼうかにしますね。はい、今日は何して遊ぼうか。三兄弟がね。さあ、そしたらちょっと今字書いたばっかりだからちょっと危ないから、この字のないところをちょっと空の色を入れてきますね。乾いてからだったらさーっと入れていいですよ。ね。はい。かわいいスズメの三兄弟。書きました。ね。次は、桜ですね。桜は毎年やりますけど覚えてくださいね。ここか。はい、まずね、真ん中のね、この点点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 とここに、そしたらこれを五弁にしなきゃいい。はい、一つハートね、二つ、三つ、だいたいこの三つをね、上半分に書くといいですね。あと二つ、
こんな感じ。そしたらこの周りにねいっぱい描きます。今度向こう向いてる子、ここが一つ向こうへ向いて、そしたらこっちへぐっと広げるね。ぐっと広げたら向こうに2枚描けます。それをぐる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 やっていけばいいんです。ここでてんてんてんってやったら1枚花びら、横横、向こう2枚、2本ずつぐらい線描いていくといいですね。これをねはがきを回して描いたら描きやすいですよ。そしてね、桜見、去年は犬と2匹の我が家の犬と一緒に寂しいお花見をしてきましたね。今年はどうかな、みんなと行けるといいんだけど。昔はね、昔じゃない、なんこの絵手紙やる前はね、もう本当に毎日行ってましたね、大好きで、はい、そしたらちょっとまだ狭いからもっとこっちにも増やしましょうね。いくらでもこうして増やしたらいいですよね。見やすくした方がいいから。そしてこちらから来てる子も描きましょうかね。まあのたくさん描くからね、多少変なのあっても大丈夫よね。そしてここからねつぼみを描くんですけどね、ここギザギザギザってやったらね、くるりっと、私は電気の玉って言うんですよね。はい、電気の玉、はい、電気の玉、向こうにもここにも書いていこう。ギザギザの電気の玉、ギザギザの電気の玉、ギザギザの電気の玉ね。オリンピックあるのかな、鼻の下で深呼吸したいからそうやって書こう。鼻のね、去年ね私聖火ランナーで走れたはずなのにね、亡くなっちゃったので、今年会ったらねどうも走れるらしいですよ。だから会ったら走りますので、4月4日岐阜のテレビ、岐阜の番組見てください、ニュースを。はい、じゃあ勾配です。勾配でちょっと筆の本当の先の方だけに勾配をつけて、ポン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 、全部塗らないのね、全部塗らない。だいたいね桜ってね白いんです、だからピンクじゃないからね。たまにねしだれ桜でピンクはありますけどね、でも白い桜絵に描いてもねちょっとなんだか分かんなくなっちゃうから、ちょっとやっぱりピンクで中の方だけ描きます。この花びらの根元の方だけをちょ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 っとこうしてピンクに染めてやればいい。全部染めなくていいよ。ね、さあ展覧会に4月30日から5月5日まで大きな大きな展覧会を、私の生徒さん全員でやる展覧会あるんですけどね、もう今生徒さん一生懸命ね作品書いてます。 YouTube の皆さんもね私に送ってくださいよ。そしたらね YouTube 枠っていうのを作ってきますのでね、またそこに展示して、まあ、また YouTube で動画でもね流しますので、ぜひ送ってくださいね。それからここのね、この鼻の下のところね、それはね黄緑に少し円柱先につけるんです。そしてこうポンポンとこうしてやるだけ。黄緑よりもちょっと赤みがかかってるから、ちょんちょん円柱を入れるといいです。こんな感じ。そして鼻の中は黄色で、本当はねこのね絵の具のねチューブの絵の具でね、鉛筆の先にねこの黄色を取ってね、ここてん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 とね、ちょっと時間をかけてやるとねもっと綺麗になりますよ。はい、できましたよ。どう映るのこれ、こうかな、ここが一番映る本当難しい。
そのうちにスタッフを雇うといいかな。撮ってもらえる動画を撮ってもらえる人をね募集しようかしら。勾配で編み描きしましょう。よくトントン取ってね。そしてお花にかかってもいいからちょっと勾配をバーッと、ね、はい、できました。あーい、どっかなー、はい、あー春らしいですね。桜はいいね。この桜をねチュンチュンとねちぎってしまうのがスズメかな、なんかの鳥がね全部ねこの根元から取っちゃうんですよ。はい、描けました。また見てくださいね。ありがとうございました。